皆さんこんにちは。本日は松坂桃李さんの歴代彼女やマッサージデキンのお話をいたします。皆さんは松坂桃李さんをご存知でしょうか？松坂桃李さんは1988年10月17日に福岡県で生まれ、日本の俳優であり、テレビドラマ、映画、舞台などで幅広く活動しています。早稲田大学を卒業後、エンターテインメント業界に進出しました。デビュー初期は主にテレビドラマでのサブキャラクターとして活動していましたが、次第にその才能が認められ、主役や重要な役柄を演じるようになりました。彼は独自の演技スタイルと端正なルックスで注目を集め、多くの賞を受賞しています。松坂桃李さんは多様な役柄に挑戦しており、その演技力は高く評価されています。例えば、歴史ドラマから現代のラブストーリー、サスペンス、コメディまで幅広いジャンルでの出演があります。これにより彼は多くのファンを獲得し、多世代にわたって支持を受けています。また彼は舞台でも評価が高く、シェイクスピア作品なども手掛けています。舞台での演技はテレビや映画とは異なるスキルが求められるため、その多才ぶりがよくわかる分野とも言えます。松坂桃李さんは日本国内外での活動も積極的であり、国際的な映画祭で作品が上映されることもあります。これにより彼の名は海外でも知られるようになってきています。彼はまたファッションや広告にも登場しており、その美形とスタイルで多くのブランドからオファーを受けています。このようにして松坂桃李さんは俳優業だけでなく、多方面でその才能を発揮しています。松坂桃李さんは日本のエンターテインメント業界で多方面にわたって活躍している才能豊かな俳優です。そんな松坂桃李さんは2023年8月23日に東京都内で、2023年10月13日に公開される予定の映画ゆとりですが何かインターナショナルの完成報告会見に登壇しました。2016年4月に日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送された連続ドラマゆとりですが何かの映画化になります。この会見では松坂桃李さんが出演し、現在話題を呼んでいる TBS 系日曜劇場ビバンのネタでいじられる場面もありました。この日はメインキャストである松坂桃李さんと岡田将生さん、柳楽優弥さん、脚本の工藤官九郎さん、水田信夫監督が参列します。実は映画制作の経緯は、松坂桃李さんが映画ハングオーバーの登場人物にシンパシーを抱いたことから始まったそうで、そのことについて聞かれた松坂桃李さんが一瞬様子を伺うと、水田監督が別班だからとにやりと笑います。違う曲だからと焦る松坂桃李さんに、岡田さんが敵か味方か、味方か敵かと重ねて笑いを誘い、松坂桃李さんは見てくれてありがとうと苦笑しながらも感謝をしました。松坂桃李さんはたまたま見ていたハングオーバーについて、登場人物がゆとりの3人にしか見えなくなったとし、これをゆとりでやったらいけるんじゃないかと工藤さんにふわっと雑談くらいの温度感で話したら、そういう風に終わってからまたやりたいねと話してたので、行ってみるもんだなと実感しましたとしみじみ語りました。大規模な海外ロケは実施していませんが、工藤さんはハングオーバーでセリフは出てきますと話しています。出演者からも愛されキャラとしている松坂桃李さんですが、2020年に戸田恵梨香さんと結婚をしています。松坂桃李さんは昔から噂になっている歴代彼女は合計12人もいるのはご存知でしょうか？ただの噂から本当の熱愛まで、この件についてもまとめてみました。まず1人目は女優タレントの高梨臨さんです。松坂桃李さんと高梨臨さんは2009年の特撮ヒーロードラマ侍戦隊シンケンジャーで共演しており、シンケンジャーではレッドとピンクを演じた2人、特撮ヒーロードラマは1年間と撮影期間も長く、一緒にいる時間も長いので交際に発展したのではと言われています。シンケンジャーは松坂桃李さんのデビュー作でもあり、当時はまだ無名の2人だったので、交際していても大きなニュースになることはありませんでした。2人目は AAA メンバーの宇野美沙子さんです。松坂桃李さんと宇野美沙子さんは2011年に舞台
銀河英雄伝説で共演しています。舞台では恋人役を演じたことから熱愛しているのではと噂になっております。3人目は女優の堀北真希さんです。松坂桃李さんと堀北真希さんは2012年 NHK 連続テレビ小説梅ちゃん先生で共演しました。ドラマでは夫婦役を演じて、まさに理想のカップルとされています。しかしこちらは目撃情報やツーショットなどはなく、単なる噂だったようです。4人目は女優の武井絵美さんです。松坂桃李さんと武井絵美さんは2012年映画今日恋を始めますで共演しています。映画の中では恋人役を演じています。また過去にも3回共演した経験もあり、撮影時は息がぴったりで仲が良かったことから噂が広まったようです。実際の話は武井絵美さんの方が松坂桃李さんに猛アタックしており、現場でたくさん話しかけたり毎日メールしたりなどのアピールがすごく、松坂桃李さんが若干引いてしまったという関係者情報もあり、交際にまでは発展しませんでした。5人目は女優の剛力彩芽さんです。松坂桃李さんと剛力彩芽さんは2013年の映画ガッチャマンで共演しております。交際の事実はなかったものの、映画の番宣や単なる噂という説が濃厚ですが、一方で事務所の先輩でもある武井絵美さんと松坂桃李さんを取り合っていたという噂もあります。映画の撮影で松坂桃李さんと剛力彩芽さんが仲良くしていることを知った武井絵美さんが激しく嫉妬して、桃李くんと彩芽ちゃん仲良くやってるの？と真剣な表情で周囲に聞いたり、松坂桃李さん本人へ探りのメールを入れたりする入れ込みっぷりだと聞いています。剛力彩芽さんも松坂桃李さんに好意を持っていて、共演中はボディタッチしたりもしていたり、周囲に桃李くんっていい人だよねと話していたそうです。しかし実際には交際には至らなかったようです。6人目は女優の石原さとみさんです。松坂桃李さんと石原さとみさんは NTT ドコモの CM で共演してカップルを演じたことから熱愛の噂に発展しました。もちろんただの噂で交際の事実はありません。7人目は女優の綾瀬はるかさんです。松坂桃李さんと綾瀬はるかさんは2014年映画万能鑑定士Q で共演がきっかけで交際に発展。綾瀬はるかさんの可愛らしい天然なところに松坂桃李さんが惹かれたと言われています。そして真面目な性格の松坂桃李さんに綾瀬はるかさんも惹かれていき、交際が開始したと言われています。実際に2015年に熱愛が発覚して、松坂桃李さんが綾瀬はるかさんの実家を訪れる姿が目撃されたり、お互いの家に行く姿も目撃されていました。そして綾瀬はるかさんの父親が2人の交際を温かく見守っているとコメントしたことから、親公認で結婚間近なのではないかと言われていました。ですが2人は2016年の春頃破局したと言われています。原因は松坂桃李さんが俳優業に専念したいためと言われております。俳優として実力を認められてきた時期でもあったので、今は仕事に専念すべきであると考えるのは自然なことかもしれませんね。30代で結婚したいと結婚願望のあった綾瀬はるかさんですが、松坂桃李さんの母親も今は仕事に専念するべきと結婚を反対していたそうです。8人目は女優の木村文乃さんです。松坂桃李さんと木村文乃さんは2015年ドラマサイレーンで共演、恋人役を演じて噂になっています。松坂桃李と木村文乃お似合い、付き合ってほしいと思っていた視聴者が多く、噂になってしまったようです。9人目は女優の高岡早紀さんです。松坂桃李さんと高岡早紀さんは2016年6月に韓国料理で食事をしていたところを報道されました。2人は2016年の舞台少年で共演しています。この舞台は R15 指定で、2人の濡れ場シーンもあり急接近したのではないかと言われています。この韓国料理屋での2人の会話を週刊誌に録音されてしまっていました。そこで高岡早紀さんが年齢のことについて、普通に一番困るのは年齢と話すと、困っていいよ、俺はあなたを困らせたいと
かなり深い関係であることを匂わせる会話をしていました。これはお付き合いをしていたのかと思われますが、松坂桃李さんは高岡早紀さんとの関係について否定しています。韓国料理屋も2人はそれぞれ自宅に帰宅していることから、付き合っていたというよりかは松坂桃李さんが高岡早紀さんに惚れ込んでいて口説いていたという説がありそうです。この報道が原因なのかは分かりませんが、少年は2018年に映画化され、松坂桃李さんは出演していますが、高岡早紀さんは出演していません。10人目は一般人の茜さんです。茜という女性は松坂桃李さんの大学時代の彼女であり、松坂桃李さんが以前に書いていた自身のブログがあり、そこのアップされていた写真や動画と同じような写真や動画をアップしている女性がいることを偶然発見したファンがいて、そこから彼女がいるのではと発覚したようです。この女性は松坂桃李さんが俳優デビューする前に付き合っており、モデル時代の撮影現場にもよく遊びに来てたそうなのです。俳優として活躍するようになり、会う時間も減ってしまったことから、茜さんとは別れてしまったと言われています。11人目は女優の山本美月さんです。松坂桃李さんと山本美月さんは2019年に放映されたドラマパーフェクトワールドの共演しています。ネット上の反応では松坂桃李さんと山本美月さんがお似合いと話題になっています。しかし実際のところは松坂桃李さんと2人で会っていた情報などはなく、逆に同じドラマで共演していていた瀬戸康史さんと目撃情報があり話題になっています。そして2019年に山本美月さんは瀬戸康史さんとご結婚されています。ちなみに松坂桃李さんの好みのタイプは自分よりも年下で中身はお姉さんな人だとのこと。そんな松坂桃李さんですが、変な噂もあります。実は松坂桃李さんですが、高級マッサージ店にて禁止行為をして出禁になっているとスクープがありました。禁止行為とは股関節の際どい部分へのマッサージ要求、紙ショーツからのはみ出しなどの行為を繰り返していたようで、松坂桃李さんの所属事務所はこの件についてエステを利用していたことを認めました。今回は松坂桃李さんについてまとめてみました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。